今日はスタジオのバージョン 1.1 アップデートの更新内容を簡単に解説していくよ。まずはコンテキスト範囲の設定。これは前回の動画で解説したね。それとクリップ全体を選択した時の生成で、リプレースとリクリエイトが選択式になったよ。リプレースは前後の音とつながるような生成をする。ただ選択したクリップの情報は参照しない。要するに生成部分の元のメロディーを再現する生成はしないってことだね。リクリエイトも周辺の情報を参照すると、リプレースと似た説明が書いてあるけど、リクリエイトは前後の音をあまり重視しない。音をつなげたり似た音を使ったりはしないよ。昔の動画でも同じことを話したけど、リクリエイトは変な生成になることが多くて、成功してもクリエイトと似た生成になるから、あえて使う意味がほとんどないんだよね。だから前後の音とつなげたいときや、前後の音を真似たいときはリプレースを使って、それ以外のときは新規トラックを生成して、新規でクリエイトするのがいいと思うよ。ちなみに生成部分の元のデータを参照する。リプレースは現在のスタジオでは使えないね。要するにエディターのフィックスのこと。エディターにあるのにスタジオにはない。これは今後のアップデートに期待だね。現状の生成の仕様は今までと変化はないよ。それじゃ今日の本題に入ろうか。右上のメニューからトラックを選ぶと、EQ の設定画面が表示されるよ。今回のアップでの一番大きな変更点だね。EQ は作曲に限らず音を扱うソフトには標準装備されている機能ではあるけど、一応基本的なことを解説しておくね。EQ、イコライザーは音域の音量を調整できる。高音部分の音量、低音部分の音量を個別に増減することができる機能だよ。具体的にどんな感じになるのか、曲を再生しながら動かしてみようか。光が踊るノイズの中で何を探すのか、僕の声が壁に跳ね返る。壊れた時計、時間は入れられない。夢か現実か区別つかない。指先で未来を奏でたい。古いマイク、それでも歌う。壊れた時計、時間は入れられない。音域ごとの音量を調整できる EQ はかなりいろいろなことができる機能だよ。まずは基本的な操作を説明しておこうか。一番上にあるのはプリセット欄。ここではいろいろな設定を呼び出せるよ。詳しくは後でまた解説するね。その下の画面はさっき操作したね。視覚的に音域や音量を操作できるよ。その下のバンドは EQ を操作する場所を最大6個まで指定することができるよ。高音域は下げて低音域は上げるみたいな変化する場所を複数にもできるってこと。ちなみにプリセットを使えば初期状態に戻せるよ。プリセットでリセット。その下の曲線は EQ の形状を指定できる。一番左はハイパス、指定以下の音をカット。2番目はローシェルフ、指定1以下の音を増減できる。3番目はピーキング、指定1周辺の音を増減する。これが一番汎用的に使える EQ になるね。4番目はノッチ、指定位置の音をカットする。5番目はハイシェルフでローシェルフの反対。6番目はローパスでハイパスの反対。一番下のノブは左から順番に音域、音量、変化幅を操作できるけど、音域と音量はそもそも視覚的に操作できる。あえてノブで操作する必要はないよ。ただ最後の変化幅はノブでしか操作できない。どんな効果なのかは画面を見ればわかるね。この EQ の具体的な使い方はいろいろあるけど、まずはいらない音を消す使い方がある。ドラムトラックを例にしていろいろな音を消してみようか。
EQ を使うことで狙った音だけをある程度は弱めたり強めたりできる。角の生成はどうしても変な音や不要な音が混じりやすいから、 EQ でいらない音を消せるのは便利だね。この用途で EQ を使うことは多いと思う。ただこの方法は楽器ステムがほぼ必須だよ。全部混ざった状態だと特定の音は消しにくい。次に特定の音域を強調することで音の雰囲気を変化させることができるよ。これはボーカルでやるのが分かりやすいね。次はボーカルトラックの EQ を操作するよ。EQ で特定の音域を強調することで音の雰囲気をいろいろと変化させられるよ。この音域を上げるとこんな感じになるみたいなお約束は当然あるんだけど、適当にやってみて自分の耳で判断してもいい。操作は手軽だからいろいろといじってみよう。今回はボーカルだけに EQ を使ったけど、この方法は曲全体にも使うことができるよ。例えばプリセットモダンは中音域を下げて低音域と高音域を上げる設定。現代ポップスの構造に似ているから、曲全体にこの EQ を使うとポップスらしくなる。逆にプリセットボーカルはボーカルに不要な低音域を全カットするボーカル専用設定。これを曲全体に使ってしまうとドラムとベースが消えちゃうよね。プリセット設定はそれぞれ使い方が違うから、本来は全部解説すべきかもしれないけど、今回の動画では時間に余裕がないから個別の解説は省略させていただくね。また別の EQ の使い方として主役を引き立てる伴奏も作れるよ。ボーカルの音は中音域が強いので、伴奏は競合しないように中音域を弱める。つまり中音域を EQ で下げることでボーカルを邪魔しない伴奏風にできるよ。これも実際にやってみようか。インストトラックの EQ を調整してみるよ。EQ でボーカルを目立たせる方法は、ボーカルの音量を上げるだけではなく、ボーカル部分の音域で音を鳴らしている。他の楽器の音量を下げる方法もある。全体の音量の増減のことを考えると、両方を併用するのが自然だろうね。今回の動画では分かりやすくするために、非常に極端な EQ の操作をしたけど、本来はもっとささやかに使った方がいい。少し変化させるくらいの使い方がいいね。ここまで長々と EQ の話をしてきたけど、 EQ は音楽制作では非常に一般的な機能。 EQ ソフトにはもっと多機能なものも多いし、最近は AI で自動調整してくれるものもあるね。 AI 作曲サイトなのに EQ は手作業ってのもなんだかなぁと思わなくもない。まあだから細かい EQ の設定をするなら高機能な外部ソフトを使った方が楽だよ。あえてスタジオでやる意味はないかな。スタジオ動画では毎回こんな結論になるね。スタジオの他の機能がそうであるように、 EQ の設定も一応生成に影響を与えるっぽい。ただ私は明確な変化は感じ取れなかった。多少は影響しているかなくらいの感じ。生成のためにコンテキスト範囲の音を加工する、その用途で EQ を使うのは微妙な結果だった。だからあまり面白い使い道はないんだけど、でも EQ ってあると便利な機能だからね。スタジオに簡易的な EQ があるというのはそれなりに便利に使えるとは思うよ。最後にちょっとだけ補足しておくね。現在は曲の最中に EQ は動かせないよ。
今まで聴いてきたように曲を再生しつつ EQ を動かして視聴することはできるけど、その動きを記録して曲の途中で EQ の設定が変わるような曲は作れない。これができると遊び方が増えるんだけど、まあ今後のアップデートに期待だね。今回の動画はもう全く AI の話ではないから、私が解説する内容ではないと思うんだけど、まあ角の更新情報ということで専門外だけど解説させてもらったよ。それじゃまたね。